ルさんです。元気があれば何でもできる。1981年4月23日蔵前国技館でダイナマイトキットを相手に初代タイガーマスクが実は即席でした。俺知らなかった。アニメのヒーローが実際にリングに登場すること、その試合はゴールデンタイムのテレビで生中継、うんうんうん、超満員の蔵前国技館のリングに登場、タイガーマスクを見て場内は失笑の嵐でした。まるで子供の変身ごっこみたいなキャッチーマスクと風呂敷みたいなマント、タイガーマスクのコスチュームはマスコミにも非公開のトップシークレットでしたと。こともあろうにマスクのコスチュームの発注の担当者が忘れていて試合前日になっても届きません。これやばいね。注文してないんだから届くわけない。明日は試合という前夜、当時の新日本プロレスの女性スタッフが徹夜をして作ったのがあのマスクでした、うんうん、白い布製の手書きでした。あまりの出来の悪さにイギリスから緊急帰国した佐山さんは泣きそうになったって言いました。あ、そう。コスチュームは悲惨でしたが、そのファイトスタイルは衝撃、プロレスに革命が起きた日になりました。私も2階席から撮影していました。すごい。40年前の即席の思い出話でした。はぁ、ちょっと見てみよう。トゥーさん、これあれあんの、画像あんのかな、動画とかありますか。俺だってこのマスクをわざわざ買いに上野まで行ったんだから。このタイガーマスクのお面が欲しくて、小学校6年のサトシ君も行ったんだよ。6年生で上野まで。上野まで、うん。高かったな、確か当時。嬉しかった。いくらぐらいだったんですか。でも7000円とかしたんかな。高い。小学校6年生で7000円買えたんですか。いや、すごいわ。もうずっとかぶってた俺。ずっとかぶってて汗もできちゃった俺。このおでことかにタイガーマスクは汗もできちゃった。すげえ真似した。ローリングソバットとかしてたもん。懐かしい。すごいな。え、あは。